ハクソン・アキヒロは、岐阜県美濃加茂市出身の元プロ野球選手。右ト左だ。愛称は、ワクムー。ジップの信ブは、日本体育大学公式野球部の OB で、美濃加茂中学校の軟式野球部監督。アキヒロ自身は、美濃加茂市立東中学校へ進学すると、岐阜ビクトリーズに所属した。同チームでは、中学3年時の夏まで外野手や遊撃手としてプレー。 後に、投手へ転校したが、ストレートは、当時から時速1 3 9キロメートルを計測していた。中学卒業後は、慶応義塾高等学校へ進学し、入学直後から対外試合でベンチ入りを果たすと、1年生ながら、ストレートで最速時速1 4 2キロメートルを記録した。2年時の春からは、3期連続甲子園に出場。ただし、年春と年夏では、 同球場のマウンドに立てなかった。3年春の第81回戦抜高等学校野球大会で、ようやく甲子園のマウンドを踏んだが、平家星高等学校との1回戦で敗退。6月に腰を痛めたものの、翌月の選手権神奈川大会では、東院学園高等学校との3回戦を、NPBMLB 合わせて13球団のスカウトが、視察するほど注目された。 この試合ではストレートで時速1 4 8キロメートルを計測したが、完投しながら1から3というスコアで敗戦。チームが初めて出場した秋の明治神宮野球大会では、投打で高校の部での優勝に貢献したものの、高校から直接のプロ入りまでには至らず、系列校の慶応義塾大学へ進んだ。大学時代には入学の直後に右肩を痛めながらも、 一年次の秋から東京六大学野球のリーグ戦に登板。クローザーとしてストレートで最速時速 153km を記録した。二年時にはセットアッパーとして活躍。春季リーグ戦での優勝によって出場した全日本大学野球選手権大会では先発登板も経験している。しかしチームの規律を乱す行動があったという理由で二年次の 周期リーグ戦期間中に監督の江を肖像から自主キューブを勧告され3年時の7月末まで10ヶ月もの禁親を余儀なくされた禁親が明けた3年時の周期リーグ戦では通算投球イニング47回に3で4勝2敗防御率2.245リーグ最多の51奪三振をマーク4年時に調子を落としたものの在学中には リーグ戦39試合の登板で12勝11敗、防御率2.92を記録した。2013年の NPB ドラフト会議で、投手として北海道日本ハムファイターズから6巡目で指名。契約金3000万円、年俸750万円という条件で入団した。背番号は43。2014年には公式戦を二軍でスタート。 イースタンリーグ公式戦では、開幕から6月中旬まで15試合に登板すると、15イニングで、防御率2.40、脱三振15という成績を残した。6月27日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の8回表に、9円登板で1軍公式戦にデビュー。9月30日の対埼玉西武ライオンズ戦で、1軍公式戦での初セーブ。 稲葉厚式の引退試合であった10月5日の大楽天戦で初勝利を記録した。一軍公式戦では通算で10試合に登板。一勝一セーブ、防御率3.27という成績を残した。2015年には一軍公式戦の開幕に出遅れたものの、4月中旬に昇格してからは、救援要員として50試合に登板。 6月27日の大西部戦から8月13日の同カードまでの当番16試合をすべて無失点でしのいだほか1勝1敗13ホールド防御率2.03という好成績を残したこの年は2年目ながらパシフィックリーグの規定で新人王の権利を有していたため記者投票では有効得票総数で3番目に多い33票を得たものの 該当者なしを下回った結果となった。2016年には、故障やコンディション不良が相次いだ影響で、レギュラーシーズンの途中から一軍へ昇格。一軍公式戦では22試合の当番で1、ホールドに留まりながらも、3勝1敗、防御率2.63を記録した。2017年には、春季キャンプ中の紅白戦から、オープン戦まで好調だったにもかかわらず、 6月のせ、パ交流リュ先週版から1軍に合流。合流当初の1軍公式戦には9円で登板していたが、7月22日の対西部戦から先発投手に転校した。プロ入り後に登板した1軍公式戦90試合目での先発デビューであったが、転校後2試合でいずれも敗戦投手になったため、8月中盤から9円に復帰した。 前年を上回る24試合に登板したが、1勝3敗、1セーブ1ホールド、防御率4.62を記録するなど制裁を書いた。2018年には、2月25日の東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に登板。同点で迎えた9回裏西2類の局面で打席に、大村武志を迎えたところ、この年から NPB に導入された申告敬遠制度を、 NPB 球団としては初めて一軍監督の栗山秀樹が活用し、球審の青木すばるに小石球を申告した。ハクソンは試合後に信用されていないと思ったので逆に抑えてやろうという気になった。貴重な経験ができたと実感している。同年は右肩に違和感を抱えていた影響や、新スケッのマイケル・トンキンや石川直也、久門勝彦 玉井宏虎が勝ちパターンとして定着したこともあり、一軍公式戦への登板機会が三試合にまで減少し、シーズン終了後の周期キャンプにも参加できず、推定年俸八百五十万円という条件で契約を公開した。二千十九年には、投手として二軍の春季キャンプに参加。キャンプ中の二月十六日にも要された紅白戦に登板すると、一イニングを無失点に、 抑さえていた。しかし、キャンプ終盤の2月18日に2軍キャンプを視察した1軍監督の栗山と、ゼネラルマネージャーの吉村博から打者への転向を突然打診。栗山と吉村が兼ねてから検討を重ねた上での打診で本人もすぐに受諾したため、2月19日には野手に転向することが決まった。3月12日付で NPB から外野手として、 正式に公示されると、9月下旬までに、イースタンリーグ公式戦68試合の出場で、打率23、233、三本塁打をマーク。9月26日の対オリックスバファローズ戦で、野手転向後初めての一軍公式戦出場を、9番、左翼手として、スタメンで果たした。しかし、一軍公式戦にはこの試合に出場しただけで、 1> 第1打席から3打席連続三振を起死した。さらに、シーズン終了後の契約交渉では、NPB における減俸制限の上限を大幅に超える減額を、球団から打診。結局、推定年俸900万円という条件で公開したことによって、契約面でも、野手としての再スタートを切った。2020年には、外野手として、 イースタンリーグ公式戦33試合に出場。打率、195、3本類が7打点という成績で、リーグ戦を終えるまで、一軍公式戦への出場機会がなかった。一軍のレギュラーシーズン最終盤の11月5日、戦力外通告が公示された。通告後に、この年限りで現役を引退する意向を表明した。ハクソンの投球フォーム投手としては、 身長1 8 7トルの長身から、オーバースローで投げ下ろすストレートと、フォークボールが持ち味。ストレートの平均球速は、時速1 4 0トル台後半だったが、日本ハムの入団2年目に一軍公式戦で、自己最多の50試合登板を果たしてからは、投球フォームが安定せずに低迷していた。高校、大学生時代に、投手ながら、 打線の中軸を任されていたほどの打力の持ち主で、大学4年時の東京6大学春季リーグ戦では、打率278を記録し、セパ交流戦期間中の打撃練習では、フェンスを越える打球を連発していた。日本ハムでは、ハクソンの獲得を決めた頃から打者として育てる可能性があったことや、入団3年目の2016年には、 二刀流への挑戦も検討されていたという。野手転校時には、日本ハム在籍中に、投手から外野手へ転校した、伊藤義雄を目標に挙げた。遠投120メートル、50メートル走6秒1。中学生時代に2試合連続で、ランニング本塁打を放ったが、いずれもダイヤモンドを一周中に、前の走者を追い抜いたため、審判員からアウトを宣告された。 そのため実際には本類がではなくなっている。大学時代にはトレーニングメニューに逆立ちを入れていた。重心のバランスを感じることと背中の筋肉を鍛えることが目的で日本ハム入団後の2018年末から実主トレーニングで再び取り組んでいる。大学4年生として臨んだ NPB ドラフト会員、東京六大学のリーグ戦にエースとして活躍した投手では 異例の開始名だったが、指名の直後には、今後は外部と連絡を取らずに、野球に集中したいと決意。それまで利用していたツイッターのアカウントを閉鎖するなど、入団に前向きな姿勢を示した。大瀬良大地、キュウリアレン、岩佐雄太、杉浦実大とは、プロ入り前から交友がある。ありがとうございます。